横島は長崎県長崎市高野木町にある島。高野木町安保の南西約700メートル沖に位置する。明治時代中期に炭鉱として島全体が開発されたが、炭鉱自体は短期間で閉山した。昭和時代中期から島の沈下崩壊が進み、現在はほとんどが水没してわずかに岩礁が東西二つに分かれ残存している。明治時代初期は、 東西330メートル、南北61メートルの島で、松がまばらに植生していたと伝わる。本島の南西にある高島で、高島炭鉱の採掘を行っていた三菱合資会社が、1894年より、本島においても炭鉱開発に着手した。開発着手後、1897年には、島の周囲の埋め立てが行われ、 開発着手より4年後の1898年より出端を開始した。島内には発電所が設置されており、高谷木村で初めて電気の通った地域となった。炭鉱再生期には、島の人口は約700人を数え、当時の高谷木村の総人口の約3分の1を占めるほどであった。島内には住宅の他に病院や小学校が設置されていた。 特に小学校は、島の東側に石垣を築き、約14,200平方メートルの埋め立て地を造成して建設された。しかし、地圧によって構造が万部暮れを起こし、以降の創業を断念。1902年に炭鉱は閉山された。出炭開始からわずか4年、三菱社による開発着手から数えても8年での閉山という、 極端名な炭鉱であった。閉山後、埋め立てのために築かれた石垣は、横島と同じ三菱社が運営する炭鉱の島、炭島などで再利用するために大部分が撤去された。このため、埋め立て地の土砂は次第に流出し、島は元の姿に戻った。その後、昭和40年代に入ると、地盤沈下によって徐々に島は海中に没していった。現在では、 元の島の大部分は海中へと沈み、小さな二つの岩礁が残存しているのみである。海中では、炭鉱創業時に築かれた石垣の一部を見ることが、できる。ありがとうございます。